れてきましたけども、今年は勝って俺は優勝すると思ってますから。はい、高齢者皆様方に盛り上げてもらうためにも今日はとっておきの情報があります。はい、センター皆さんの行きやすい仙台での試合はチケット売り切れちゃってるみたいですけども、なんと北海道の試合チケットたくさん余ってる。はい、豆知識ですけど、素直って1週間前までしか申し込みできませんので、来週が勝負です。来週必ず申し込んで、ぜひとも札幌ドームを満員にしていただきたい。お願いいたします。はい、それは、金曜日イベントだったから、カープ勝ったけど、2試合できませんでしたけども、そのご褒美はないみたいで、もう帰ってくれって言われちゃいましたんで、ジャイアンツは今までのジャイアンツじゃない、なぜならば、カープが強くなったからです。今年は絶対カープの年にしましょう。3本締め、よー。